こんにちは、MB です。今日はコラボレーション、コラボレーションもう一回やります、すいませんコラボレーションってなんだこんにちは、MB です。今日はコラボということで、プチプラのあやさんと MB チャンネルコラボです。よろしくお願いします。さあ、今日2人で何を話すかというと、 H&M 東華のコラボ全型レビュー、かっこほぼというわけで、私たち H&M 東華のコレクションコラボ話題ですね、はい、メンズもレディースもほぼ全型、ちょっと一部完売だったのか何なのかわからないけど、店頭になかったものがあったので、はい、1個か2個か3個ぐらい買い逃してるものはあるんですけど、メンズとレディースほぼ全型、前編後編に分けてレポートしていこうという壮大な企画でございます、はい、メンズもレディースも両方両方ありますので、はい、前編と後編、後編の方はですね、概要欄の方からプチプラのあやチャンネルの方で確認できますので、ぜひチェックしてみてください。燃えそうで、では行ってみましょうはい、まず一発目、これ私も欲しいと思ってたけどなかったもん。トレンチコート、パフ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 24,999円。今回あの紹介する型数が多いので、サクサク話をしていこうと思うんですけれども、はい、丈も長くてデザインも入っててかっこいいなと思ったんですけど、はい、もうちょっとだけ素材感がいいというか、あとは正直思いました。なんか化繊感があるというか、ナイロン感、ポリエステル感があるというか、はい、もうナイロンですか、ポリじゃないかなと思いますけど、81% ポリの 19% コットンですね。そうなんだ、ポリエステルでこの硬い感じ出るんですね。コットン入ってるしね。あ、なるほど。まあ、撥水性高くていいとは思うんだけど、なんか扱いやすい分高級感がちょっとないというか、うん、もうちょっとなんかバーバリークロスみたいな高級感あるものだったら、このデザインってもっともっと映えたのかなと思うんですけど、まあ、24,000円にしては結構デザインも入れてるし、パーツも多いし、撥水性も高いし、よく頑張ってる方なんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう東華好きとしてはちょっと、もうちょっと、そうな感じにしてくれるともっと良かったかなとは思いました。なるほど、はい、でも動画だったらこの値段で買えないですよね。そうですね、はい、なんか入門編というか、はい、いいと思います。全然こういうスカーフとかが後ろにあるのは、あのレディースでよくあるデザインだと思うんですけど、メンズであるっていうのが結構刺激的だよね、うん、なかなかおしゃれな人しか着れないような気はするけど、でも1枚で主役になれるアイテムなんで、はい、なかなかハードルは高いけど試す価値はあるのかもしれないです。ここがもっとカラフルだったらちょっと着づらいかもしれないんですけど、あの茶色、茶系で揃ってるから、うん、意外と着れるんじゃないかなと思いました。そんなにはちゃめちゃに派手ではないから、うん、はい、そんな感じのアイテムです、うん、ちなみに僕 175cm、67kg ぐらいで、こちらは M サイズでちょっとオーバーぐらいな感じでした。このアイテムに関してはサイズ感結構でかいんで、あんまりオーバーで買いすぎない方がいいと思います。チェックしてみてください。はい、ではレディース、はい、いきましょう。じゃ私が買ったもの一つ目こちらです。商品名がバルーンスリーブセーター、値段は税込みで7999円です。これかわいいよね。かわいい、これはね、トップスの中で一番気に入ったかも。結構ウエストは細いけど、はい、スリーブがかなりボリューム感があってですね、うん、で、ここだけね色が変わってるんですけど、もうなんかそのすごい派手なグリーンとかじゃないから、あのちょっとアクセントになってくれて、うん、だけど着づらくはないぐらいな感じかなと思います、うんうん、ただいつも島村とか買ってる皆さんからするとちょっと高いかなと思うんですが、うん、でもね、生地がウール 100% なので、これウール100なんですね、はい、そしたらなんかむしろ安いような気もするけどね、うん、7,000円ですもんね、7,900円、7,900円で、それでこのデザインなので、うんうん、良いと思います。割とお得じゃないかなと思いました。僕もレディースのラインナップの中だとこれ結構好きな方、うん、そうですか、ね、体型も隠せるし、すごく、うん、ウエストは細いけど二の腕隠せちゃうしね。ああ確かに、うん、そうですね、良いと思います、はい、ザクザクいっちゃいましょう、ザクザク、はい、さあ続いてベルトディティールジャケット19,999円、19999、はい、これすごいかっこいいんですけど、はい、結構上級者向けだなと思いました。まず、はい、肩パッド結構張ってるんですよ。そうですね、男の子はやっぱり肩パッドガツって張ってると、うん、ちょっとこう舘ひろしみたいになっちゃうんで、舘ひろしさんはかっこいいんだけど、
なんか古い感じになっちゃうから、おしゃれな人じゃないとなかなか難しい。でも最近肩パッド多いですよね。マルジェラもすごい肩パッドついてるやつ多くて、バレンシアガもあるし、うん、この前マルジェラで、あ、このコートかわいいと思って着てみたらすごい肩パッドこうなっちゃって、うん、気になってやめちゃいました。なんかハイブランドの中でも外せるやつとかあるんだけどね。あ、そうなんだ。そうそう、取り外しできるやつとかあるんだけど、うん、まあ、でもこれは取り外しできなくて結構張ってるから、うん、結構服好きじゃないと、うん、なんかこれ違和感あって大丈夫かなって思う人が多そうなんで、うん、一回試着してみた方がいいと思います。あと後ろバクッと開いてるんですよ、うん、だからインナーが見えるような仕様になったりだとか、うん、ただ面白いのがこのウエストベルトでこのウエストのシェイプが調整できる。だから腰がこうグッと細くしたりだとか緩くしたりだとかっていうのができるし、あとはラペルが結構太くなってて丈も長めなので、うん、クラシックで本当にお洋服好きには今のスーツのトレンドの流れだとバッチリだと思うので、うん、これに例えばフレアのパンツとか、あと公式のルックだと短パンを合わせてますけど結構かっこいいなと思ったので、まあ、お洋服好きにはおすすめなんですけど、なんかジャケットスタンダードなものが欲しいと思ってこれ買うと、あ、大丈夫かなこれみたいになりそうだからちょっと試着は必須だと思います。19,990円で、でも素材もこれウールでしょ、ピュアウール。そうですね、ウールなので、あの本当にレイヤーです。素材感もいいですね、うん、なので H&M には見られないと思います、はい、おすすめです。ここがこうキュッてできるので、それがあのさっき MG さん着てて思ったんですけど、女の子でもいいんじゃないかなと思います。あ、これそうだね、レディース着ても可愛いかもね、うん、ただこのね肩パッド気になる人は多いと思うけど、そうですね、はい、女の子でもいいと思います。まあ、ちょっと試着してみて肩パッドが気にならなければ、うん、お買い上げありだと思います。ちなみに今回あのレディースでワンピースが2つかなぐらい出てたんですけど、花柄のそれも肩パッドがすごくて私それでやめちゃいました。あ、でもなんかトーガスです、もしかしてそういうイメージかも。あ、なんかグッて張ってるものが多い気がする。そうなの、本当は欲しいと思ってたんだけど肩パッドすごいな肩パッドすごいなちなみに今のジャケットは僕の身長体重 175cm67kg で L サイズで、なんかちょうどいいぐらいの感じになったので、いつも僕 L サイズ着てるのでいつも通りのサイズ選ぶといいと思います、はい、じゃあ続いていきましょう。次、レディースの商品こちらです。商品名がジップレックワイドパンツ、お値段は税込みで 12,999 円でした。はい、サイズは 167cm の私が入って38サイズちょうどよかったです。これ面白いですよね、ジップ開くと柄が出てくる。そう、で、うん、これ調節できるんですよ、この柄の感じが、うん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 、これをジップを上の方にするとこうフレアになってくので、スカートみたいなシルエットで履けるし、全部締めれば本当にパンツとして履けるし、結構 12,999 円ってちょっと高いと思うかもしれないけど、いろんなシルエットで着れるっていうのと、この生地感も結構高見えするなと思ったので、私個人的にはいいなと思いました。そうですね、生地がウール 100%、 裏地がコットン 100%、 ディテール部分がレイヤン100ってなってますね。この部分ですね、スカーフ部分ですね、はい、あ、レイヤンだからシワになるんだ、さっきのトレンチのやつも。そうですね、うんうん、そうですね、ちょっとそこが気になります。なんかいいね、普通のワイドパンツじゃなくてサイズシルエット調整ができたりとか柄が出せたりとかって、ね、結構遊びが効くパンツなので、はい、シンプルに着こなすのがこのアイテム1個あるとちょっと見え方変わってくるかもしれないですね。そうですね、うん、今回私ボトムたくさん買ったんですけど、あ、ボトムの方が気に入りましたね、トップスよりボトムはほぼ全部気に入りました。特にこれは普通にたくさん着たいなと思いました。サイズで悩まれてたけどこのサイズが良かったんですね、はい、そうですね、うん、ちょっとね、あの丈短いんですよ、だから高身長さんはちょっと大きめ買って腰で落として履いた方がいいような気がしました。うんうん、はい、なるほど、はい、あやさん的お気に入りアイテムですね。そうですね、でもね、他にもお気に入りあるけど、お気に入りあるけどまずお気に入りアイテムその1だね、はい、その1これ、はい、ぜひチェックしてみてください。最後に一番のお気に入り言いたいですね、そしたら言いたいですね、はい、はい、続いて僕は、リゾートシャツ、9,999 円。これまあ本当に今回のなんかメインビジュアルみたいな感じのスカーフ柄ですけど、そのスカーフ柄を大胆に使ったオープンカラーのシャツでございます。素材はレーヨン50、コットン50です。うんうんうん、なんかこうちょっとキュプラ感があるというか、うん、確かにリネンにも見えるような、キュプラにも見えるような不思議な素材感ですけど、不思議ですね、素材感薄いんで、まあ、今の時期でも全然使えるし、
逆に言うと冬場はちょっと寒そうかなっていうのはあるかもしれないですが、サイズ感は特にオーバーではなくて、まあ、ボックスシルエットですね。ジャストとも言えないし、少しゆったりぐらいのボックスシルエットになってます。好みあるかなとは思うんですけど、まあ、そんなに言うて着た時にめちゃくちゃ派手だなとも思わないかな。まあ、ベースがネイビーなんで、そこまでなんだけど、まあ、かなり好みはあると思うんで、万人にはおすすめしないけど。でも、のみさんが着てるのは似合ってましたね。ありがとうございます。はい、大丈夫？俺、アラブの石油王みたいになんなかったまあ、普段ユニクロとか、GU とかで買ってる、スタンダードのあれでも買ってる人からすると大丈夫かなって思うと思うので、やっぱりこれもちょっと試着必須と言わざるを得ないかなと思います。これちょっとサイズがなくてですね、僕 M サイズ買ったんですけど、 175cm、67kg で M サイズ着て、もうワンサイズ大きい方がいいかなって感じだったので、 L サイズが僕だと適合サイズだと思いますので参考にしてみてください、はい、正直僕はむちゃくちゃ気に入ったかって言われるとそんなことは全然なくて、生地感がすごいいいですね。そうだね、生地屋さんで売ってるちょっと高いやつみたいな感じ。なんか正直これ柄バージョンと無地バージョンがあったらもっといろんな人喜んだかなと思うんだけど、まあ唐辛子は唐辛子ですけどね、なんか色は全然可愛いと思いますけど。可愛いけどね、すぎない。女の子が着たら普通に可愛い気がする。はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、じゃ次ご紹介するのがこちらです。商品名がカットアウトプリーズスカート、お値段は税込みで9999円です。今回販売されてた中で最も人気があったスカートなんじゃないかなと思います。すぐ完売してました、うん、もうみんなここに行って数秒でなくなるみたいな感じでした。すごい人気あるけど、あ、これが人気なんだってちょっと僕は意外でした。使いやすいからじゃないですか。でもなんかさ、結構上の位置に穴開いてる、ね、そうだから多分みんな試着しないで可愛いと思って手に持って、うん、で試着したり家に帰ってからあれなんか短いってなってるじゃん。だとしたらなんかちょっとあれだよねあんま良くないよね、うん、だって私さっきこれ試着してみましたけど、ショートパンツが見えちゃうぐらい短いんですよ。太ももがすっごい出るから、その位置結構危険だよね、うん、もうちょっと下の方にあれば着やすかったなと思いましたけど。なるほど、はい、あとね、生地がねすごいゴワゴワしている。でも再生繊維なんですって、うん、なのでサステナブルに興味がある人はなんで笑ってるんですかなんで笑ってるんですかサステナブルって単語に何かあるんですかサステナブルって言うと最近MB さんに突っ込んでるんですけど、覚えたての言葉を使いたいだけみたいないやでもそこまで覚えたてじゃないそうだちょっと前だよ、1ヶ月前ぐらいに覚えたて。いやそれは覚えたてだよそれは覚えたてだよまあいいんだけど全然。そうでもなんかその再生されてる感ありますよねちょっと自分で笑ってるじゃん再生されてる感ってなんだろうって今頭の中でリフレインしたんでしょうリフレインリフレインっていう曲あったいいよ、ま、先進めよはい、でも私個人的には、なんかこんな穴が開いてたりとかめんどくさいことをしてるし、うん、しかも、プリーツアコーディオンプリーツかなになってるし、こことこっちで切り替わってるんですよ、うん、細かいね、うん、なんかまっすぐなのとバイアスみたいになってますよね。あれこれなってない、なってますよね、うん、なってるなってますよね、うん、っていうめんどくさいこともしているのにお値段が9999円なのでだいぶお得だと思います。確かに、はい、良いと思います。ちょっとこの穴は気になるけど、私だったら中に何か入っちゃいますね。普通に中に黒のスカートとか入って見せちゃうのがいいかなと思いました。そっか、そうすればいいもんね。はい、なるほど、そうしようと思います。ありがとうございます。はい、続いて僕の方はレザーウィングチップシューズ29,999円、じゃじゃーん、はい、じゃーん。今までの商品紹介ちょっと喋りすぎたので時間がなくなりそうなので、はい、テキパキいきます。はい、はい、このウィングチップシューズ僕実は今回のラインナップの中で一番お気に入りです、はい、ソックスシューズみたいになってて、ソックスとウィングチップの、はい、クレープソールのブーツが一緒になってるトリッカーズみたいなデザインなんですけど、はい、こういうなんか王道デザインのトリッカーズみたいなウィングチップのクレープソールのシューズをソックスとドッキングさせるっていうのがもう本当になんか唐画っぽくてイギリスっぽい
伝統的な作りのものにちょっと遊びを加えているこの外し感がたまらなく好きです。そしてフォルムもですね、トリッカーズとかと比べるとぐっと細くなっていて合わせやすいので非常におすすめ、これ万人におすすめできるんじゃないかなと思ってます。僕もう買って今日その日にショートパンツと合わせて使ってたんですけど、めちゃおすすめです。これ多分在庫少ないと思うんで急いで狙ってみてください。次行こう。これここが言いたいんですけど、ここまでちゃんとこういう風に見るとなんか面倒くさい開け方になるのかなと。そうなのよ、これ超履きやすいの。全部こう繋がってるファスナーが。そうだから紐と解かなくても全然履けるから、うん、めっちゃ楽。そうですね、そう、男の人のコンバースとかもそうだけど、私とかは面倒くさがりなんで、うん、ここ伸びる紐とかにするんですよ。ちょっとダサいんですけど。あるよね、うん、でもそんなことやってる男の人はあまりいないと思うので、これは便利、いいと思います。すごい便利だと思います。ただちょっとファスナーが硬いな。はい、はい、次にご紹介するのがこちらです。商品名がカットアウトディテールウールスカート、お値段は税込みで9999円です。私が買ったサイズは38サイズです。これ可愛い、すごく。これ結構可愛い、ね、うん、この穴からあやさんがこう顔出すともっと可愛いかもしれないですよ。この穴から難しいですね。あ、でも出せるかもしれない。大丈夫、やらなくて、ならなくて大丈夫。これあやさん的にベスト何位ぐらいのおすすめですか。他のさっきのパンツとかチェックのスカートの方が好きだけど、合わせるコーディネートによってはこれすごく使えるかなと思いました、うん、ネイビーでタイトスカートっぽいんですごくきれいめっていうかオフィスコーディネートっぽくなっちゃいそうな感じがするので、あんまりきれいめなトップスは合わせたくないなと思いました。こういうちょっとオーバーサイズなニットとかスウェットとかに合わせるのがいいかなと思いました。いいですね、バランスよく着るのがいいかなと思いました。素晴らしい、はい、でね、すごいと思ったのが、でね、表地がウール 100% で裏地がレーヨン100なんですよ、まあ、ずっとプチプラをやってる私からすると裏地がレーヨンっていうのはすごいなってさっきから思ってるんですよね。普通ですか、高いブランドってキュプラの方が高い、もうキュプラの方が高いと思うけどレーヨンもすごくないですか。ポリエステル 100% ですか私がやってるぐらいだったら、まあまあまあ、そうですね、絶対ポリエステル、まあそうだね、レーヨン使わないかも。そう、レーヨンっていうのがすごいと思った。このスカート以外にもね、だいたい裏地がレーヨンなんですよ。それが私はね、すごいなと思いました、うん、ポリエステル 100% の裏地ってすごいベタベタして体に張り付いて動きづらかったりとか不快感があったりすると思うんですけど、レーヨンだったらそういうこともちょっと軽減されるんじゃないかなと思うの で、 そ う、 で、ね、そういう面でもいいんじゃないかなと思いました。このレーヨン肌触り良さそうですね。はい、続いて、あ、これ結構好き、タブディテールテーラードショートパンツ9999円でございます。これさっき私が履いてきたやつかと思った。それは今自分履いてんじゃないの。履いてました。これ僕形結構好きですね、うん、程よく緩くてでハイウエストでサイドにこうベルトがついていて、まあ、ベルト通すループがないんですけれども、ループがない代わりにこのサイドのベルトで調整できるって感じ、まあ、ループがない分シンプルなんでタックインしてもこう出た時にですね、ベルトつけてなくてもなんかカマーバンドしてるみたいな綺麗な印象に、フォーマルな印象に見えるし、タックの入り方とか素材感も本当にこう高級感があるし、あとは丈もですね結構こう幅広のワイドショーツになってるので、ここまで綺麗な素材感と色だとデザインだとなんかもうちょっとこうタイトで丈短めに作るところが多いと思うんですけど、あえてワイド幅でちょっとゆったりしたサイズ感にしてあるので、綺麗めな印象でもなんかとっちゃん坊やみたいにならずにですね、程よくストリート感が出ていいかなというふうに思いました。これにジャケットとか合わせてもすごいかっこいいと思うけど、結構上級者だと思う。あ、そう、上級者ですか。さっき MV さん着てたのすごい良かったけど、あのジャケットとこれ合わせてるのいい、ね、で、あとさっきのブーツ合わせてるのがすごい可愛かった。でも普通の男の子多分着ないと思う。あ、うん、でもまあチャレンジしたい人はぜひ、はい、この丈のショートパンツ、あの女性でも大丈夫かなと思いました。あ、そうだね、女の子いいかもね、これね。そうですね、ハイベストだしすごい可愛いと思います。いろいろ合わせやすいかなと思いました。あとこのサイドがこう切り替わってるのちょっと境っぽいですね。タキシード仕様ですね。タキシード仕様なんですか。タキシード仕様ですよ。へー、はい、え、これってここの
生地変わってるんですかね。生地変わって変わってますね。変わってますね。ちょっと光沢ありますもんね。あの堺結構ここをこうやって切り替えて、ここがサテンみたいな、つるっとした生地になってるのが最近よく出るんですけど。もっとタキシード仕様ですね。あ、そうなんですか。あれってタキシードなの？タキシードはここサテンにしたりしますね。デザインのショートパンツ好きで、3色ぐらい持ってます。ちょっとフォーマルな、綺麗な印象になりますね。変化も出るし、ぜひチェックしてみてください。はい、続いて、はい、レディースで紹介するのはアシンメトリーウールセーター9999円。イエーイ、全部言われた、せーの、イエーイエー。それやるの。どうぞ。すいません、どうぞ。はい、167センチで私 M サイズ購入しました、ただ、これちょっと体のラインが出るような気がするんで、体のラインをが出るのが嫌だっていう方はもうちょっとサイズ上げた方がいいと思います。でも一番大きくても L なんですよね。だからまあその体のラインが出るように着てくださいってことなのかなと思うんですけど、なんか肩が出るようなデザインだったっけ。そうです、そう、ここはね肩が出るデザインなんだけど、だいぶざっくり出るから私はちょっともう隠して着たいなと思いました。こう、あ、そっか、それから中に何か着るんですか。そうですね、中に着るの、でもなんか中に着るのあんまり可愛くない気がするから、もうこうやって隠しちゃうのがいいかもしれない、隠してもここ縫っちゃった方がいいかな。縫っちゃう、カスタマイズを提案しちゃう。なるほど、縫いましょう。そのよくやります、チクチクね、はい、チクチク縫って。 70% ウールで 30% ヤクですね。ヤクウールだ。ヤクウールです。ヤクウールが 30%。 30% ヤクウール入って高級仕様ですね、これ。そうなんですか、はい、ヤクウールって何ですか。カシミア並み の繊維の細さを誇る高級素材ですよ、ヤクウール。そうなんだ、はい、なるほど。じゃあその高級素材が入っていて、このデザインで9999円だったら割とお買い得ということですか。めちゃめちゃ安いですね。これヤクウールなんですね、すごい。あ、確かに普通のウールが70でヤクウールが30。そうですね、無印とかが得意ですよ、ヤクウール。そうなんだ、はい、ユニクロはカシミア、無印はヤクって感じ。なるほど。こっち側の袖が細くて、こっち側の袖がこうゆるっとなってるんですよ、それも面白いですね、まあ、全体的にすごく変わったデザインなんですけど、でもあの黒だからそんなに奇抜すぎないかなと思いました。そうですね、はい、なんかこれで色切り返したりしたら大変だけど、そうですね、単色だからそんなに。黒でこのデザインなんで、これすごい、でもあやさん着てて、さっき着てるの見たけどすごい似合ってて。え、本当ですか。めちゃめちゃ可愛かったです。え、肩出しててもいいですか。はい、全然いいと思います。すごいなんか露出狂みたいになっちゃうんですか。そういう言うことってなかった。え、本当に私の中では結構 出ちゃった感じだって。でも全然可愛いと思います、すごくこれ。本当ですか、はい、すごい好きですこれ。え、何点ぐらいですか、じゃあ。僕女の子だったら絶対着る、100点。男の人から見て、女の子がこの女の子、これ着た女の子着たら、すっごいおしゃれだからなんかちょっと引いちゃうから、そこさっぴいて80点。それでも80点なの、結構いいですね。いい、すごくいい。じゃあ好きな男の子がいる女の子は着てみてください。着てください。はい、次は、レザータブテーラードパンツ12,999円。さっき紹介したショートパンツのロング丈バージョンですね、はい、素材感がやっぱりウールでですね、非常にクオリティが高くて、あとデザインがさっきと同じようなんですけど、ベルトループがないんですよね。だからベルト通すことはできないです。その代わりにサイドにこういうスナップで調整できるパーツがあるので、まあ、調整っていうか1段階しか調整できないし、しかも細く締めるとこう出ちゃうんだけど、だから調整できるって言っていいのかどうかちょっとわからないぐらいの感じではあるんですけど、ただ可愛い、この穴開きデザインがちょっと可愛くてですね、これが直接ウエストに当たるとすごい蒸れそうだなと思いました。あ、確かにベタベタしそう、ベタベタしそう、シャツとか着て、でもこれそのそっか着ないか、すごい違いますもんね。そうだね、結構出ちゃうんで、まあ、シャツとかインして中のそう白シャツがちらっとこう見えたりすると、レイヤーとして可愛いかなと思いますが、もうちょっと僕細くてもいいのかなと思いました。裾が結構テーパードしてるんですけど、そこまで緩くなくて、太ももも割とゆったりなんで、意外とあのデザイン的に結構細いのかなと思ったけど、意外と緩めなので、ちょっと一回試着してみて好みのシルエットかどうか確かめた方がいいかもしれないです。なんか H&M の公式サイトとか見ると、外国人の方が着てるから細く見えるような感じがして、一回足入れした方がおすすめでございます。でも悪くないと思います。今 NB さんがこうやって持ってて思ったんですけど、バッグみたいですね。本当だ。
何の役にも立たない情報ありがとう。いやすごいバッグっぽいなと思います。バッグですか、こうやってこうやって行ってきます。行ってきます。これを入れてもだって落ちるからね、パンツだから全部財布とかも。あ、だから縛ればいいんだ。無理やり考えなくてもいいから。楽しそうだな。この人。はい、というわけで、長々話をしてきましたけれども、はい、ここまでが前編、はい、前編ということで、はい、後編はですね、プチプラのあやチャンネルの方で残りのアイテムを、はい、ほぼ全型、レビューしようということで、概要欄の方をチェックしてみてください。そして僕、メルマガの方でですね、さらにさらに細かいこと、トーガー、H&M、全型レビューなどやってますので、概要欄の方から興味があったら、ぜひメルマガも登録してみてください。でで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 でせーの、イエーというわけで後編、よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバーイ。